善光寺は愛知県名古屋市中川区愛知町にある新州、大谷派の寺院。三号は安山、本尊は阿弥陀如来。かつては三河国小万寺の末寺であったという中川区愛知町4119に存在する善光寺。本堂に残存する村札から法営三年までに旧名古屋群前の村から移転したことが分かった。 2018年5月、漢方に掲載され、登録文化財となります。対象は、善光寺本堂、玄関座敷、首老、太鼓郎、長寿社、三門の6つ。今回は、岡山理科大学、江面継人教授を招き、文化財の保護の理念と善光寺本堂の価値と題した講演が開催されました。講演の要素をまとめておきたいと思います。 文化財保護の目的を要素にすると、保存と活用、国民、文化的向上、歴史的建造物が担うもの、日本文化を伝えるもの、文化的向上、精神的向上、意識改革、本物の重要性、創造的活用、歴史的建造物を通して、文化の理解を深め、人の精神的な向上、高度な精神性の獲得という人づくりを目的として、 歴史的建造物を創造的に活用すること。善光寺本堂の価値、建築年代が胸札により正確にわかる、その後の修復過程も胸札等によりほぼ明らかで、建物の来歴が明らか、大工名が明らかで、特に有名な伊藤平左衛門の作、伊藤平左衛門の技量を推量できる、比較的規模の大きな五剣道仏道、内陣の三つ並び、仏壇形式から、 訪問経費機への変更が確認され、過渡期を示す、おなりの間は、最上級の客層を迎えるための書院作りが、付属する、境内に、その他の人員施設をよく残す伊藤平左衛門は、終わり国の交渉の当領の名跡。九代目は、愛知県庁舎、愛知県県議会など、明治初期の東海地方に、洋風建築を導入し、 東本願寺三陰堂など多くの近代社寺建築も手掛けた。禅光寺と尾張藩とのつながりは特別なつながりがあるとも想定されるそうです。余談ですが、禅光寺は禅光寺、広史広史寺という語を変え、高木と同じ、吉秀の時代に現在の禅光寺に改めたと伝わっています。禅光寺は北に鎌倉街道、南に鞘街道を位置。 信長が清洲城から厚田神宮を通って桶狭間へと進んだ桶狭間の戦いとの関連があります。創建年代は明確でないが、元は愛知軍前の村にあり、禅光寺という禅宗の寺であった。明王年間に禅光寺四世の里史淳が蓮女に帰依して浄土新宗に改修。文紀元年、北石村の領主であった。 祖父江隼人の願いによってその屋敷に隣接した現在地に移って、次号を広志広志寺に改め、永常年間には、新造房と交し、寛永年間の前宗の時代に、現在の善光寺に改めたと伝わる。なお、小春田の神、清水では解散を、ほらや、祖丹都市臨在州の広志広志寺という寺であったと、記している。三号の安井山については、 里市純の弟子、海前が安井市の人で織田信長の親族であったとの話が伝わるほか、小春田の神、清水においては京都の安井御門寺駅から賜ったとの記述がある。また、米の村の跡地に後に建てられたのが、慶長十年に創建された中村区下米野町の長松寺であると考えられている。以下の建造物6件は2018年5月10日に、 国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。